徳永さんへの。あ、そんな書いてないよ。短所ですよ。はい。声が大きすぎてびっくりする。確かに大きい。本当ですか？よく出てる。でも小さい声で話すときは声が小さすぎて聞き取れないので 30% ぐらいの声で喋れるようになってほしいと。ちょうどいいつまみはねえのかと。間がないんですよ、ちなみに。それは自分でも自覚してます。自覚してるんだ。でもどうやって話していいか分かんないんです。今結構大きな声。今は普通です。普通の小声は、はい、聞こえない。やりすぎだって。なんで一気に絞るんだよ。1と10しかねえの。なんか気持ち悪いんですよ、こんぐらいのトーンで喋ってないと。でもやっぱ徳永さんはあれおバカキャラだと思う。だって声も身振りも鈴木奈々さんにそっくりだもん。言われます、やめてください。言われます、やめてください。本当にとか言ってそっくりじゃないですか。ちょっと思ってたでしょ。自分でもよく言ってます。言われます、すっごい言われます。徳永ちなみ鈴木奈々同一人物説、証拠がこれだ。つまり変態。え、はげちゃった。言われます、やめて。負けます。もうまさかのシンクロ率を誇るお二人ですが、ちなみちゃんはどうも納得がいかないようです。鈴木奈々さんよりは頭いいですよ、私。アルファベットの歌を歌えますか。お、歌えます。お、A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z G。 G もう一回出てきたし、途中のだって途中でフェンフェンフェンみたいな入ってきたよ。あ、友野さん何回ちょっと難しいです。うわ、鈴木さんと。いや、これはまずいですね。ちなみちゃん、おバカキャラ認定です。